菅沼禎姉は、江戸時代前期の交代より合い。通称はモンド。三河国新四郎領初代領主。摂津上。丹波国亀山藩主、菅沼貞義の子として誕生。母は、父の形出三次一人の幼女。はじめ、定時とも、菅沼貞明の異母帝。丹波亀山では、総意志四万千百国から二千国を紛糾されて、いたが、異母帝。 帝正へも千百国を分与されている。商法四年九月二十一日、藩主である長兄、菅沼貞明が死去。兄に死死はなく、また貞ザら弟たちも兄の刑事と登録されていなかったため、菅沼氏は一旦無継ぐ会役とされる。後に、徳川家康を支え続けた祖父の菅沼忠栄の功績を認めた幕府から、特別の計らいを受ける。 サダザネは幕府から改めて一万国を配領。法治は祖先に家がある、三河国節落軍新城と定められた。この一万国ならば大名であるところを七千国のみ、治療とし、残り三千国を弟の帝将に分治。交代より愛となった。新城に封されたサダザネは、茶人としても知られるなど、風流を愛する人物だった模様で、新城城城に近いとよのあぜに、 桜の木を植えさせている。それが現代では桜園公園として奥三河の桜の名所として知られるようになっている。ありがとうございます。